はい、こんにちは、74です。今日はね、また CX8 レターなんですけども、僕の CX8、あと4日ほどで納車2ヶ月となるんですけども、やってしまいました。昨日ね、妻が、週末ゆっくり過ごすために平日にスーパーに買い物に行ってくれたんですけども、その帰り道ね、やっちゃったらしいです。僕は仕事してたんですけども、スマホにメール来てごめんなさいと一通来てですね、まさかと思ったんですけども、そう、そのまさかでした。どこかというと、まさかの内容はどこかというと、フロントのここ3分の1周ぐらいにガリ傷が入ってます。で、これは僕も責任があって、ちょっとレーザー探知機のね、設置が良くなくて不安定だなと思ってたんですけども、直そうと思って伸ばし伸ばしにしてて、それがどうも落ちたみたいです。で、それをちょっと気にしてたらね、低速で、道路の縁石にちょっと擦ってしまったというところで、幸いにもね、怪我もなくて、で相手もいなくて、それはそれで良かったと本当に思ってます。で、このガリ傷ね、やっぱちょっと気になるんで、ディーラーさんに見積もってもらったところも、早速ね、帰りに寄ってもらって見積もってもらったんですけども、ちょっとびっくり。じゃん、ホイールは41,800円で、ギーズ量が3,850円で、合計ね、45,650円という値段でした。もうちょっと高かったらね、ホイール4本は社会に変えてと思ったんですけども、この値段やったらね、もうこの1本変えて、もうすっきりね、忘れたいと、変えて綺麗にして忘れたいと思ってます。本当にね、この程度良かったし、ボディもね、見る限りは何もなくて、汚れか、何もないね、何もなくて、光ってるだけか。本当にホイールだけですね。その点はね、本当に良かったと思います。もう部品もね、すぐあるらしいんで、もうさっさと変えて綺麗にして、またカーライフ楽しみたいと思います。はい、以上、ちょっと短いんですけども、74でした。バイバイ。